皆さん笑いましょう。あのね、マジ意味深な態度し、マジ意味深だと思う。ほんため。はい、こんにちは。それでは本ため始めていきましょう。たくみです。あかりんです。最近読んだ漫画。さあ、ということでね、まあ恒例となっておりますけども、はい、最近読んだ漫画を紹介していきたいと思います。うん、別にこれ新しい漫画とかじゃなくてね、マジでシンプルに我々が最近読んだだけの漫画になっております。お願いします。本ため。はい、ということで、じゃあ早速、はい、僕からいきますけれども、なんでこんな最初にエクスキューズしたかっていうと、はいはい、1冊目がこれだからですね。はい、似てる。すごい、ちゃんとサイバリオンまで書いてあるじゃん。似てるよね、結構。似てる似てる。かっこいい。まあ、これサイバリオン、はい、主人公でございますけども、うん、なんで今さら1991年に終わった漫画らしいですけども、終わったのが生まれる前じゃんね、はい、生まれる前に終わってますけども、はい、なんで今読んだかっていうと、新宿駅行ったら、うん、やたらシティハンター推ししてて、はあはあはあ、至るとこでね、うん、結構またシティハンター、シティハンターと思って、うん、なんだろうなと思ってたら映画やってるんですね。あ、そうですね、ちょうどやってましたね、はい、新しい劇場版シティハンター、うん、エンジェルダスト、あ、エンジェルダストね、はい、やってまして、うん、でなんかそれでちょっと意識してたら、テレビとかでもなんかその、うん、理想の男性像みたいなので、確かによく出てくるのよ、うん、あ、まあ、主人公このサイバリオン、かっこいいもんね、サイバリオンね、うん、で絵とかだけ見てたら別にかっこいいと思ったことなかった、うん、だけど多くの女性の心を引きつけてるから、うん、映画もあることだし、うん、ちょっと映画見る前に予習しておこうかなと思って、あ、サイバリオンのかっこよさを勉強しようと思ったんだ。思った思った、うん、サイバリオンに近づけようと、うん、近づこうと思ってね、近づこうと思って、ね、全くさ、そのストーリーも知らなかったから、あ、まあそうですよね、はい、まあ、読んでみたら、なんでさ、こういうタイプって、うん、かっこいいんだろうねってなっちゃった。うん、なるほどね。その、まあ、この人自身は警察がなかなかね裁けないような、はい、まあ、社会の悪を、まあ、場合によっちゃ殺しもやるし、はい、ボディーガードもやるし、探偵もやるしみたいな、うん、結構その闇の何でもやるみたいな感じで、うん、まあ、基本的に構成はいつも同じで、はい、美人な人からの依頼を受けるんですよね、うん、で、すっごくスケベなね、でそうですよね、すっごくスケベで、すっごくだらしない、うん、基本的には。ただ仕事の時になるとキュルキュッてかっこよくなるタイプって、現実には一人もいないのに、そう、なんか現実だとね、うん、よくないなって思っちゃうのに、そう、現実でそんなスケベなおじさんいたら一発でアウトだから、アウトだ。でもなんかその好きなシーンみたいな感じで特集されてるテーマがあるじゃん、アニメのすごいキュンときたシーンみたいな、やたら出るんだよね、やっぱり。で大体なんかそのおちゃらけてて急にキッと真顔になって一言トンって後ろから女性に声かけるみたいな、あ、何や、やればいいってこと。どうしたどうした、いや、その理屈が分かんない、理屈が分かんない、だからシンプルギャップ萌えですって。でもあれできる人誰もいないよ、このように、このようにいないんだね、だからそれをね、それを再確認した本でした。なるほどね、いや、かっこいいな、いねえよなって思って、そう、だから成立してるってとこもやっぱあるんじゃないですか。それもね、実質だときついかもね。そうなんだろうね、だからそれがなんか、うん、かっこいい男をもう見る漫画になっちゃったね、個人的には。なるほどね、そう、こんなかっこいいのあるんだ、確かにみんなが言ってる理由分かりました、うんうん、だからその勉強になりました、勉強、はい、勉強になったんだ、かっこいい男にかっこいい男に なるための方法がありました、はい、まずじゃあなんかほら水色のジャケットにさ、なんか赤いシャツみたいな、ね、かっこいい、いや、そうよ、もうだからでもこれを読んでちょっと利点があったのは、うん、新宿の付近行くの楽しくなったよ、ちょっと、ね、舞台だったから、伝言版とかね、はい、だからなんか本当に舞台だから XYZ ね、よく知ってます、本当に詳しいですね、私あれなんですよ、なんかこれ今やってるやつ1個前の映画の方見てて、ちゃんと新宿で見たの、映画、いいじゃん、 その後バイって XYZ 出されたってこと、ちょっとサイバリオいないかなと思ったけど、やっぱいなかった、だからね、そういう風 なんかその新宿の街がちょっと、ね、楽しくなりました、確かに確かに、はい、そんな感じ、今日はもう一発目から濃いけどごめんね、いや、いいと思います。ちなみにサイバリオいくつだと思います、え、でも、まあ、意外と若いんじゃない、若いけどでも30ぐらいじゃない、正解、30歳です、え、すげえ当てて、お同い年じゃん、結構言ってるとか言って30って言うの、自分の年齢はよくわからなくなってる、なんか厳密にはサイバリオ、うん、年齢がこう誕生秘話に関わることで、うん、不明だそうですけど、うん、香りと、まあ、ヒロインですね、はいはい、ヒロインと家庭で、うん、じゃあ30歳っていうことにしよう、
あ、そうなんだっていうことらしいです。なるほど。じゃあまあ30歳と30歳相当相当相当、うん、いやちょっとじゃあ共通点たくさんありました、うん、共通点たくさん、はい、今のタイミングピッタシだった、はい、なるほどね。ちょっと新宿とかね、さっき言ってたんで新宿とかも出てくるような、うん、ほら、うん、漫画現実が起きたんじゃない。そう、明日私は誰かの彼女という小野日奈緒さんの漫画なんですけど、何この意味深なタイトルだよ。あのね、マジ意味深なタイトルし、マジ意味深だと思う。情報量なさすぎるとね。何語彙力やすい。何語彙力。これね、もうあの2019年ぐらいから連載してて、はい、本当につい最近最終回だったんですよ。でまだ最終巻がこの今撮影時点で発売されてないぐらい。なるほどね、はい、で、お話としてはオムニバス形式でいろんな悩みを持った女性の話が5話とか6話ぐらいずつに入ってて、はい、主人公どんどん変わっていく形式なんですね、うん、一番最初の話はゆきちゃんという、まあ、大学生の女の子が主人公なんですけど、はい、彼女は親から、ね、虐待を受けていて、うん、顔にすっごいあざみのがあるんですよ、はい、でもそれを隠して、うん、そのなんだろう、お肌とかをきれいにするためのお金を稼ぐためにレンタル彼女としてまあ、アルバイトをしてるんですね、はい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 、でそんな彼女の、まあ、ある意味ちょっとこう特殊なお仕事の、ね、はい、例えば悩みとか、うん、しんどさとか、うん、人を信じられなくて生きていく彼女のお話がそのオムニバス的な感じで、うん、一番最初のターンは描かれてたんですよ、はい、でそこからそのゆきちゃんのお友達のりなちゃんのお話とかにどんどん移っていくんですよ。あ、その人間関係、そうそうそう、ちょっとずつつながっていって、いいいい、でもそれが全部とっても現代の女性たちの苦しいこととか辛いこととか、うん、なんていうのかな、こう社会の闇じゃないけれど、うん、今まで漫画であんま描かれてこなかったようなことがすっごいいろいろ詰まってるんですね、うん、例えばそのじゃあゆきちゃんその次そのゆきちゃんのお友達、大学のお友達の話なんですけど、うん、彼女はもうめちゃくちゃキラキラ女子なんですよ、もうすっごい可愛くて、はい、ただ彼女はずっとパパ活をやってて、うん、そのパパ活をやってる中での悩みとか、それでも恋愛が本当はちゃんとしたいって思ってる彼女の悩みが描かれてて、うん、めちゃくちゃ生々しいんだけど、うん、読んでる女性とかでこの感情はわかるみたいな、この女の子に対して例えば嫉妬しちゃうとか、もっと美しくなりたいとか、なんか生々しくもリアルに描かれてるからすごい人気が出て、うん、ちょっと前とかドラマとかもやってて、うん、いろんな女の子が出てきていろんな悩みがあるから、しんどいってなりながらも、でもしんどいってなる漫画ね、しんどいってなる、そう、だってその後の方の話とかで40過ぎの女性がスピリチュアルにハマっちゃう話とか、しんどいよ、そう40歳それはもう、そう、悲しいな、だからそうそう、その女性とかはもともとすごい綺麗だったから、うん、なんていうのかな、クラブみたいなところとかで働いてたけど、はい、その年齢もどんどん重ねてきて、うん、これからどうするんだみたいな時にハマっちゃってみたいな、うん、まあありえそうな話じゃん、うん、そのなんかリアルな感じもありつつ、うん、でも彼女たちがどうなっていくのかなっていうのが気になって読んじゃう、うん、でこれがようやく最近その最終章に向かって、うん、でその最ちょうど最終話が最近配信されたんで、はい、これからね、あかりも単行本派なんで、あ、待ってんだ、が出たらそう、あ、なるほど、楽しみに待ってるんです、はい、最後までね見届けようと思っております。じゃあいきますか、うん、怖い、たくみさんそういう顔してる、怖い怖い、怖い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 、何何どうした、似てるね、どうしたね、え顔が似てる、怖い、どう笑いましょう、皆さんもやだ、一緒にやだ、笑顔は全てを救います、救いません、皆さん笑いましょう、怖い、D だけめっちゃ笑ってる、怖いっていう新興宗教の漫画です、はい、そうなんだ、スマイリーね、主人公の男がですね、まあ、ある、ことをきっかけに、まあ、愛する娘を亡くしてしまうんですけども、うん、それで、まあ、本当に意気消沈してたら妻はいなくなってしまい、そこで、まあ、結構その笑顔を失った生活をしてたら、うん、急にまあ家にピンポンと、まあ、二人組勧誘に来ました、あらあらあら、最近笑えてますかって、うん、で、まあ、もういい、そういうのいいよ、うん、もう笑顔なんて俺も一番嫌いだよ、うん、って言って、まあ、チラシパッとパンフレット見たら、もっと妻のあらま、そのパンフレット、あらあら、これは何なんだ、うん、ってことでその新興宗教に、まあ、潜入していく話なんですけども、本当にシンプルにずっとみんな笑ってる、いやだ、なんか怖いね、そう、そういうか、そういう感じ、興味ないんだって言って、うん、ドアバーンって閉めた時に指ガーンって挟まってんのにニコニコです、やばー、そうだから漫画のほとんどのページはこの顔なんだよ、やだ
やだ怖い。マジ似てる似てる。ずっと怖いよ。やだ。もうね、その妻に会うためにやっぱそのいろいろと方法をね探るんだけど、はいはい、いやこんなその小さい支部にはいませんみたいな、もう上のところにいますんで、すごいみたいになっちゃって、うん、でももう今からそのなんだかんだやっぱお金取られるんだよね。ああ入るね。でそれでいやお金もないから主人公だからそのいろんな方法探すんだけど、なんか一つだけ方法があって、うん、なんかそのある会があるんだけど、うん、選ばれるためには3日間飲まず食わずで笑い続けられたらいいですよっつって、できんのかな、苦いそうっていうめちゃくちゃ、まあ、怖い、まあ、ホラーね、なんかサスペンスホラーみたいなね、サスペンスホラーどうなるかね、ねえ、まあもうちょっとグロいです。あグロいの、はい、描写が、うん、まああのこいつがグロい、こいつがグロい、こいつがグロい、左側のが、うん、はい、ちょっと絵見たら違和感あるんだけど、ちょっとグロい、うん、はい、っていう、まあ、ちょっとやっぱ最近ちょっと怖めなやつにハマっております。あ、そうなんですね、はい、ありがとうございます。みんな笑ってくれなかったから後でどうなるか知りません。え、怖っ、笑わなかったらなんかあんじゃん。どっちがやだ。ほんとね、じゃあの笑える、はい、ほっこり笑顔になれるような、うん、かわいいの、ね、笑顔はいいです、お持ちしました。こちら半人前の恋人というジャンププラスでやってる漫画なんですけど、はい、もうねシンプル胸キュン、シンプル、シンプル胸キュン、そう、あの美大を目指してる男の子と、うん、太鼓職人を、まあ、目指してるとかもなってる女の子が、うん、普通に学校内で出会って、うん、ちょっとずつこう距離深めていく系漫画なんですよ、はい、シンプル、そういいですね。でこれやっぱさ、さっきのアスカのとか、はい、あのしんどい系読んだ後ってやっぱ反動的に、うん、もうなんか普通のあったかいものくれみたいな、うん、なるじゃないですか、あ、多分スマイリー読んだ後にこれ読んだらすごい、これ見たらあったかいやつ、ほっこりできると思いますよ。もうどっちもほっこりできるよ。多分これはほっこりできないと思うんですよ、怖い、登場人物はずっと笑顔だった。こっちはもうだからその本当学校で出会ってこの美大目指す男の子がなんか工作みたいにして、うん、なんかうまくいかないなと思ってたら、うん、その女子がいきなりすっごいちょっと顔がきつそうで怖いって、うん、この結構文化系男子だから思っちゃったんです、はい、そしたらちょっと歌手なみたいになってサクッと作ってくれて、うん、ちょっとこう職人かたぎみたいな女の子なんですよ、はい、ちょっと寡黙というか、うん、でもちょっとテレ屋さんのところもあって、はい、そんなところにどんどん惹かれていく男の子、うん、の関係性が特別すごい物語としてこういう何かがあるっていうよりも、うん、リアルにこういう2人いるよねみたいなのが可愛くてずっと見ちゃってたんですけど、はい、なんかまあ普通にジャンププラスで連載してて、うん、つい最近アップされた回が、うん、なんか書き方がすごい独特で、うん、セリフが一個もなかったんですよ、そう、あの絵だけで見せる大事だよセリフね、そう胸キュンなんてねって思うじゃないですか、うん、でもそのセリフがなくって、うん、本当に絵と小回りだけでその2人の関係性がどんどんこう近づいてってみたいな様が描かれてて、スラムダンクだけよそれ。もうもうそう、確かに、うん、スラダンだとやっぱあったじゃないですか、スラムダンクでイメージあるな、それは確かに、そう、それが恋愛でできるか、でもねなんか多分コマなんだろうな、書き方が上手なんでしょうね、なんかこうさ、うん、初めて手をつなぐ瞬間とかの手の書き方とかは、うん、とっても上手だから、うん、素敵だなって思ったんで応援してるやつです。でなんか私の劇団の人がなんかこれになんかちょっとお手伝いしてるらしくて、それもあっておすすめして読んでもらったんですけど、何それ、そうそうそう、お手伝い、お手伝いしてた、なんかアドバイザーっつって、胸キュンの、あなんか胸キュンのアドバイザー、胸キュンのアドバイザーなのかもしれない、どういうことっていう作品でした。はい、ありがとうございます、はい、キュンキュンも大事やっぱり。じゃあ私は怖いやっぱだからさっき変わったタイトルでよかったね、うん、あれこれも、これもまあちょっとね、はいはいはい、気になる感じで、アスカの、はい、アスカのね、うん、僕もですね変わったタイトルに控えて読んだ本はこちらです、うん、青野くんに触りたいから死にたい、うわーこれなんかめっちゃ人気じゃないですか、めっちゃ人気ね、え、まずさ、うん、どういう話だと思う、タイトルだけ聞いて、触りたくて死にたい人いやそうなんだけどねなんかでもどっ地下お化けなんじゃないでしたっけ、あーなんか正解が合ってます、ね、幽霊なんですよね、はい、青野くんが幽霊ですね、だからあ、だから幽霊に触りたいから自分も死にたいってこと、そうです、あーすごい、なんか待って、あかり好きそうだぞ、さすが、あ好きそうじゃあちょっと聞いてください、はい、はい、主人公は地味な女の子がいるんですけども、はいはいはい、まああんまりその友達とかも多くないタイプで、男子ともほぼ会話しないし、うん、まあ、むしろなんかあんまりちゃんと見られてないんじゃないか、うん、その意識、存在意識されてないんじゃないかみたいな子がいるんですけども、青野くんっていうね、うん、
子がちょっと好きになっちゃいまして、うん、で本当にもうあの意識してほしいがためだけにね告白してみたんですよ、うん、ダメシーンダメだと思うけど、うん、そしたら、うん、まあいいよ付き合ってみようかって、で 2週間付き合います、うん、2週間後、事故によって青野くんは亡くなってしまいます。青野くんのことがすごく大好きで、青野くんが好きじゃない時私何してたっけみたいな、もうそれぐらいもう全てをね注ぎ込んでしまうぐらい好きだったんですけど、はいはいはい、いなくなってしまって、うわもう本当に青野くんのいない人生なんてダメだ、うん、もう私も死んでしまおうと思ったら青野くんの幽霊が止めてくれます。青野くんのバカ野郎、そんな言葉でそういうことじゃないだろう。で青野くん、あ青野くんって言って触れようとしたら、うん、触れないよ、これは幽霊なんだからという。そっか、はい、でもね、なんか触った感じになる方法あります。おう、ちょっと絵に描いたよ、うん、青野くんも考えてですね、うん、ちょっと枕立ててくれって言って、枕立てて青野くんの幽霊そこにスーって入ってて、あ 枕を抱くという感じで。あらまあ、めっちゃいいじゃんよ。そう、まあ、枕にいい、枕の中にめっちゃいいじゃんよ。疑似的にハグしたりとか、うん、もう外でその衝動的になった時に、まあ、電柱にこうやって、はい、やってみたりだとか、うん、なんかまあそれシンプルな胸キュンだと思った。まあなんかあかりはそういうの好き、胸キュンっぽい。ちょっと違うんだよね、でもね。あらま、なんでこれを選んだかってもう一つ理由があって、うん、ちょっとなんかそのミステリアス部分があるって聞いたんだね。ほう、確かに例えば一巻を読むと最後の方おかしくなってきます。ほう、青野くんすごくいい人そうじゃん、うん、途中でなんかその悪霊みたいになっちゃう瞬間があるんだよね。あらま、怖い怖い。憑依しようとするとなんかちょっとその体乗っ取ろうみたいな感じの、うん、なんかダークな部分が出ちゃう時があるね。そう、すごいその描写の時だけ青野くんめっちゃ怖いです、うん、あらまあ、そうでもまあ普段のいい青野くんになったりとか、 なんかその変わっちゃうんだよね、うんうんうん、でどうしてこんなことが起きたのかも考えていく部分も話になってるんですよ。あ、じゃあちょっとこうミステリー的な要素が、そう、面白い。そうなんですよ、なんかね、いろんなジャンルが詰め込まれてるなって気はする、うん、その胸キュンのシーンもあります、確かに、うん、恋愛描写も、ただなんかそのミステリーっぽい描写もあって、うん、あとはギャグっぽい描写があります。あ、そういうのもあるんだ。うん、これあの枕でダックハグするシーンあんだけど、うん、別にその胸キュンシーンみたいに書かれてません、うん、ちょっとおもろいなっていう、ちょっとクスみたいな、ちょっとそう、あ、そうやってすんのかみたいな、うんうんうん、女の子もピュアすぎて、うん、なんかもうずっとちょっと変本当に 何も知らなくて何でもキュンキュンしちゃいすぎな女の子を見て楽しむ、うん、あ、いいですね、うん、読もう。枕でハグしたんだけど、うん、私の匂いしかしないんだけどしょうがないね、それはっていう感じの、なんかいろんな要素が詰め込まれてる漫画、うんうんうん、え、楽しそう、面白そうね、はい、これはもう完結してるんですね。完結してますね、うん、でもドラマ、オリジナルドラマもなんか配信サイトであったんです。じゃあ最後、あかりもう一個、はい、キュンモノを持ってきました。はい、キュンモノ、はい、こちらスキップとローファー、アニメもやっておりました、スキロー、超爽やか、もう超爽やか。まあ、お話としては、あのみつみちゃんっていう、はい、石川県の端っこの方に住んでた、まあ言うなればめっちゃ田舎に住んでた子が、はい、高校に入るのと、まあ、同時に上京してきて、うん、そこで東京の子たちと一緒に高校生活を送っていくっていうお話なんですよ。いいじゃん。もうその時点でだいぶ良いんですよ、うん、でそのみつみちゃんって田舎にいた時はもう神童って言われてるぐらいすっごい頭いいねみたいな言われてたし、はい、だからもう私は東京に出て、うん、T 大っていうもう一番日本では一番上の大学に行って、そのまま官僚になって、でそこからもう地元に戻って、もう市長とかになって、死んだ後は日本海に骨を巻いてくるみたいな、もう完璧なストーリーだよ。本当にすごいな、完璧な人生設計ができてる。エリート街道が、そうなんですけど、そんな子がもう入学式、私は今日から高校生活完璧なものを送るぞって思って気合い入れて電車乗ったら、東京って人が多いから人酔いしちゃって、うん、もうその時点でもう入学式間に合わないぐらいになっちゃって、もう脱落早いな、一発目でもうこけちゃうんですよ。うわ、でうわ最悪だみたいな、うん、うわどうしよう、もう学校も行けない、もう入学式も遅刻しちゃう、うん、入学のなんていうの、あの読まないといけないのに、主席で入ってるから、そう祝辞読むのもやんないといけないのに、はい、あもう最悪だってなってる時に、あれなんか同じ学校の子じゃないって言って、うん、
めっちゃなんかもう身長も高くてスマートな男の子が声かけてくれるんですよ、うん、はい、そしたら入学式みたいな、うん、あ俺も今日からだよ、うん、じゃあ一緒行こうって、うん、遅刻してるけど、そうそう、なんか遅刻してるけどみたいな、うん、それで田舎の方ではみんな友達みたいな感じだったから、うん、知らない同世代の人と喋るの自体めっちゃ久しぶりで、はいはい、すっごい怖くなっちゃうんですよ、うん、みすみちゃん。でもその男の子の優しさに出会って、うん、いやもうちょっと頑張ってダッシュしますって言って、その、うん、この道を、まあ、歩いていけば学校着くよみたいなところも、うん、ローファー脱いで裸足で、履いた方がいいよ、ちょっと基礎的にね、ちょっとね、うん、天然ちゃんなんですよね、うん、彼女は。でそこで走ってって、うん、どうにか入学式間に合って、うん、祝辞読むみたいな、うん、でその男の子の方もいやその入学式の遅刻しちゃってもいいじゃんみたいな思ってたけど、うん、彼女の頑張り見てあなんか面白い子いるなって、うん、思うっていう、まあ、1話いいから、なんかすごいいいです、いやめっちゃいいんですよ、爽やか、爽やかで、そうでそこからその同級生も、うん、派手めな女の子とか、うん、ギャルみたいなね、そうギャルみたいな子もいるし、うん、逆にその全然派手な子とかとつるんでこなかったような、うん、すごい地味な女の子とか、うんうん、みつみちゃんの周りにいろんな人たちがどんどん集まってきて、うん、仲がどんどん深まっていく、ね、友情が、はい、全然成功してるじゃんね、うん、でもそれがなんかとても良くてえあのその彼女と周りの友達たちの人間関係と、入学式の日にさ一緒に走ってくれた男の子がね、うん、島くんって言うんですけど、うん、彼の優しさとか、うん、でみつみちゃんもその不器用なりに、うん、すっごいがむしゃらだから、うん、そんな彼女にみんな感化されてくんですよ、うん、あなんかこの、うん、頑張ってみようかなってなっちゃう、ね、そうそうそう、うん、必死だから最初は田舎もんじゃんとか思ってた子も、うん、でもなんかそんな彼女の優しいところとかに自分も感化されて、うん、どんどんこう素直になってったりとか、だからなんかもう社会に疲れた大人が、疲れてない誰刺してました、ね、疲れてないって疲れた大人が、うんうん、多分読んだら泣いちゃうと思う、泣いちゃない泣く泣いちゃうと思う、なんか疲れてないもん、ま、高校生の人間関係のピュアさ、頑張ってるもん、まだ頑張ってる、もう頑張ってる、まあ、でも頑張ってる人も特に泣いちゃうと思う。僕その都会の高校出てないんですけど、はい、共感できますか。共感できると思いますよ。なんかその東京に出てきた時のこととかもしかしたら思い出すかもしれないです。なるほど、はい、みんないい子、みんな眩しい。え、まあ、東京の高校出たカーリンからすると、はい、そんなことありえるんですか。ありえるとは思いますよ、いい子が揃ってれば。ないない、そんなそんなあるあるいい子、まあでもちょっと本当に心が洗われるんですよ、うん、読んでるといい子ばっかだと、いい子ばっか、じゃあ誰も死んだりしないですね。誰も死んだりしない、でもまあ、ね、それを信じてそう思って東京来ちゃダメ。あ、そうやって、はい、もういないいない、そんなサイバー寮も同じいないですいや分かんない、いるかもしんないじゃん、スキローみたいな学園生活あるかもしんないじゃん、うん、あかりも今からそういう学園生活送りたい。疲れてるな疲れてるね、疲れてるな、疲れてる大人みんな疲れてる、はい、そう、もうこれもね最近アニメやってたんですけど、はい、このみつみちゃん、私のお友達の黒沢智代ちゃんという子が声をやってたんですけど、めっちゃ素敵でした。あら、いいね、なんでアニメも漫画もぜひ、はい、本ためということで、はい、我々がね最近読んだ漫画を6冊紹介してました。はい、ちょっとまあね、また我々もねいろんなねところで、ね、はい、ちょっとジャンルでね、うん、読ませていただいて紹介していきますんで、今後よろしくお願いします。お願いします。ということで、ね、今回の動画が面白いと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。そして今回紹介した本は概要欄にありますね。ぜひぜひお願いします。ということで公式の X のアカウントございますのでフォローよろしくお願いします。ということで次回またお会いしましょう。さよなら。バイバイ。気になった本は、まあ、青野くんね、青野くん合いそう、そうだから、なんか多分友達がすっごい好きな子がいて、青野くん、おなんか読むだけこれ押さない、怖いんだよこれ、違うの、怖い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 のよあかりん意外とこういう怖い漫画に、うん、読まないから、夢に出てくる。あ、そうなんすか。怖いってなる、わかんない。青野くんもね最後こうなってるかもしれない青野くんも結構怖い部分ありますよ。そうですか、はい、まあ、とりあえずちょっと一旦青野くん行きますよ、うん、で心に余裕があったらじゃスマイリー、はい、あのもう一回紹介してくれてもいいですからね。あ、確かにね、アカリンがスマイリーを紹介するみたいな、はい、スマイリーじゃないんだから。